こんにちは、速稼塾の久保です。人件費という言葉が出てくるたびに私は思うんですけども、人の人生をね、お金を払うからっていうことでその一部といえども買い取るべきではないかなと私はね、痛感してるんですよ。それは自分が給料とか時給で払っているというところに、そういった時代にすごくね、なんかその支配的なものを感じたからなんですよね。まあ、ですので私が社員を雇っている時でも、まあ、ちょっとね、割り切れないものはありましたよね。で、結局うちの会社の社員っていうのは10年前後で辞めていく方が多かったんですけども、20代の半ばとかで入社してきて30代の半ばで退職されるわけですよね。うちの会社は、私の会社はね、そうなると30半ばで私のところみたいなね、ちっちゃい会社、無名な会社にいたってことは何の功績にもならないじゃないですか。で、30半ばで外に出さされて、一定のスキルはあったにしても果たしてね、買い取ってもらえるのかどうかっていうことなんですよ。もちろんその間しっかりと給料も払ったりとか、場合によっては退職金を払ったりとかね、転職準備金っていうのを私はお支払いしていきましたけども、にしても金で生産できないのは過ぎ去った時間なんですよね。半分はその社員の自己責任